りあえずこっちの演出会場ですか。宴会場、宴会場。え、すごっ。え、え、なんかここに、おぉ、よくわかんない、キモい。あ、これ座布団じゃない、その、え、めちゃめちゃ座布団。チェスあるな。ほんとだ、調理。緑の鍵。はぁ、緑の鍵。トマルルブ京都園。ルルブ。なんかトマルルブあるぞ。あ、緑の鍵ってここじゃん、まさに。あー、出れるってことね。うん。なんか他にこれさ、画界ポイントない？観客の画界とかないのかな。ないのかな。ない、なさそう。始まなさそう、何も。会場を壊せるところ覚えておこう。あ、そうですね、このオレンジのやつ。結構オレンジのやつ多いっすよね。多い。少しにある。一番欲しいかも。緑の鍵出る？じゃあ出てるか。出ますか。クロナーさんに確認してもらいたい。はい。じゃあ開けますよ。うん。現状大丈夫そう。行け行け。オッケー。おお。だいぶ行けてない部屋減ったんじゃないですか。そうだね。これで緑の鍵があるから茶室も行けますよ。青、黄色、緑、茶室も行ける。うわ、もう得点、得点で行った方がまあ安全ではあるけど。まあ確かに。クロナーさんちょっと見張っててくんない？いいよ。じゃあ俺と死神で行ってきます。オッケー、いってらっしゃい。うわ、いい部屋じゃないか。あ、めっちゃ茶室。あ、またある。あ、またなんか窓がある。窓が。ああ、これ外出れるんじゃない。え、あ、あ、いえ、え、はは、え、この音って、え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 、待って待って待って、え、あれ、なんか音違う、あれ、これってカフェインとか飲む、え、違う、カフェインじゃないのか、酒か。こっちを見てる、見られてる、俺透明になって見られてる。なんで、どうして、音鳴らす。そっか、白磁様の。そうか、白日様ので、なんかめっちゃ漫画みたいな感じで死んでるの。用意されてたセリフ今の。え、もうクロナーさん死んじゃった。え、なんで出てきたんだあの人が。え、あ、使いすぎたってこと。透明になりすぎたってこと。そういうことじゃない、あの人の力を。え、どうなんだろう、代償が。お、夢見まんじゅうあるじゃん。あ、夢まんじゅう、ま、俺も一個持ってるから取りな。オッケー、同時斬りは良い刀。良い刀。金太郎は勇敢で、土蜘蛛の首は恐ろしい。これたまになんかこのあるメモみたいなの、なんなんだこれ。なんか食べ物とか、あとお酒とかと一緒に入ってますね。うん。おお。え、すごくない？え、めっちゃ開けてるけど。あ、てかこれ神社あんじゃない？ああ、土蜘蛛神社。はあ。てか五重の塔これ、ほら外から見たところだよ。あ、いけるいけるいける、向こうも行ける。あ、もうなんか向こうもあるわ。向こうにもなんかある。え、待って、俺らこれなんか久々に外見た気がする。俺ら出れる。あ、門閉まってる。あ、閉まってる。五重の塔、青の鍵持ってるお前。あ、青だから入れる。オッケー、ナイス。うわぁ、分担して。は、え、でもこれ左右の道も気になる。行けるとこ。ちょっと待って、とりあえず俺ら五重の塔行くよ。五重の塔、僕入ったことある気がするけど。気がするってどういうこと。あの、中学生ぐらいの時に来たことある気がする。中学の話。こんな感じだった気がする。すげえ。あ、ここだけ紫の柵になってる。何、あー、ほんとだ、行けないけど行けるようになる。はあ。今は行けないってことだ。クロナーさんが黄色の鍵持ってるから、うん、普通に無理なんだよな、もうこれ以上。だから見れるとこだけ見た方がいいかも。あ、何にもないか。いや、なんでクロナーさんは夜叉に殺されたの。殺されたんだろう。なんで俺たちは土蜘蛛でクロナーさんも夜叉なの。ねえ、クロナーさんまだ白チームから抜け出してない。そういうこと。いけないわ。あ、いけないんだ。今いける、びっくりした。びっくりした、いけるのかと思った。こっちは？こっち何？え？え？あ、あ、あ、でもなんか今のさ、奥さ、神社みたいになってなかった？え？え？あ、
にあるんだ。いや神社、なんか土雲神社あそこっぽいな。ぽいっすね。ちょっと、あれ竹の間はいけんのか。そっかそっか、竹の間はいける。宴会場も入れる。天守閣はいけるけど、こっちって言った？裏門。裏門はね、開いてないんですよね。赤い鍵、あ、赤い鍵だ。これも赤い鍵なのね。裏門がもしかしたらあっち側いけんのかな、方角的に。いけそうではある。いや、この天使閣、びっくりした。お出かけでございましたか。そうなんですよ、はい、探検してました。いろいろ見て回って、朝食を一応お持ちしたんですが。ありがとうございます。いただきます。欲しいです。そういや、お連れさんは。なんかお腹が痛いみたいで。さようでございますが。はい、お気をつけて。はいはい、はい、そういえば、へえ、なんか僕たちここ来る前に、へえ、素敵な五重の塔がこの中に、館内にあって。ございますな。はいはい、その反対側になんか閉まってる鉄の扉みたいなのあったんですけど。あそこは物置でございます。物置なんですか。なんか、へえ、なんかドアの穴からチラッと見たんですけど、ちょっとなんか神々しいというかね。うんね。いや、気のせいではないでございましょうか。あ、そうなんですかね。まあでも全部建物すごいですからね、昔っぽくて。そうですね。ええ、そうでございますな。あ、そう、物置なんですね。へえ、そうでございます。豪華だな。ありがとうございます。では、じゃあこれで。はーい。なんかごまかしてる感じだよね。物置なわけねえだろ。あんな物置あるわけないよね。てか待って、俺らさ、竹の間入れねえよ、はい、あるあるある、まあ、持ってんのよかった、ナイス。でもあれがないんだよね、あの壊せるやつ、バール。あ、待って、このスタッフルームも、あ、み、え、緑じゃん。緑じゃん。え、待って、じゃあ、一郎さんだっけ。あ、一郎さんいる。一郎さんいる。は、一郎いない。いない。チェストがある。別館担当の使用人の記録。はあ、酒好きの鬼は酒に弱く、目覚めの鬼の甘酒がないと宴ができぬ。甘酒ってあったよね、竹沼のお風呂か。ああ、あの元気になるやつだ。はあ、びっくりした、足音聞こえたから。なんか知らないやつかと思った。とりあえず戻るか。それだけか。多分それだけ。中で読もうぜ。うん、まだ読んでないの結構あったよね。そう、古い書物に、あの宴会場で見つけたルルブ。ルルブまあ大したことなさそうだけど。いや、そんなことないよ。ちょっと読んでみるわ。京都に泊まるならここがおすすめ。特集3位、家電商。遥か昔、遥か昔、カイ殿がお泊まりになったとされる由緒正しき旅館。温泉や料理は絶品。なんかね、家電商、俺らが泊まったのは多分花の方でしょ。はいはいはい。なんか、ね、家電商の感じがちょっと違うから別のとこだよ。あ、違うんだ。あ、そうなんだ。あの嵐山にある家電商もいいとこだよね。すごいいいんですよ。部屋から出たさ、廊下のところ雰囲気がいいんだよね、めっちゃ。スポンサー。じゃあ2位、ハチ。ハチ、ハチ京都。ハチ京都はおもろい。ハチ京都。豊かな自然に囲まれたラグジュアリーリゾートホテル、はい、京都の奥深さと非現実を味わうホテルで優雅なひとときを味わえます。はいはい、ハチか。俺ら確か泊まったの6だよな。6だったよね。2個も上だよ。じゃあ1位、流行る1位は、はい、バン、レインタイムズ都ホテル。うん、どう、あ、え、戦国から続く由緒正しき一族が運営するレインタイムズグループが京都に新たな都を作り出しました。素敵な夢と目覚めをご堪能ください。レインタイムズってさ、レインタイムズってどうかかってるんだ。時サメじゃね。はあ、そういうこと。あ、そうだわ。え、時サメって
そんななんかでっかいグループなの？あ、そうなんだ。まあでも確かに金持ちそうだったよね。あ、そっか、あれはめっちゃ昔の話じゃん。うん、源一郎の時はあの村のね、旅館ぐらいだったけど、はい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 、なんか名前レインタイムズにめっちゃ変えて、源氏さんが源氏さんか源氏さんの子孫とかがやってんのかな。なるほど、都ホテルを。え、こんなでかくなってるってこと？古い書物。はい。え、これ長い、お前読みな。え、長いし、なんで長いし、漢字多いし、俺無理だよ。もう長い文章僕が読んだって頭に入んないだろ、どうせ。ちょ、読んでおくよ。なんで俺が、お前も理解すればいいじゃん。じゃあ読みますよ。はい、頑張って聞くわ。1800ペケペケ年、うん、夜桜が舞う春の時期。あ、もう分かんなくなってきたな。夜歩く守衛の侍は、うん、不審なる者に首を切られ殺された。九条殿はあやかしの危険ありとのことで夜の出歩きを禁じ、守衛は人影を見かけ次第、いや動物問わず夜の雲、獣、人は殺せと命を出した。はあ、もう夜、この時代から夜の出歩き禁止だったんだ。そうなんだね。なるほどね。もうこの夜の雲、獣、人は殺せって言ってるけど、完全に雲のことを言ってんだな、うん、気づいてるよね、うん、絶対ね、九条殿。 そうだね。その夜、守衛は人影を見る。それは九条殿であった。ん？守衛は思わず刀をしまい近づこうとしたが、はあ、ここでふと思い出す。そこで守衛は懐に手を入れ、中でくるみをガリガリ鳴らす。九条は、ああネズミでもいるのかなと答え、守衛は、ええ主君になります、主君になりすます悪いネズミがおりまする、と九条に切りかかった。おお、これここで話した話じゃん。はいはいはい。なんかくるみを鳴らすとなんかめっちゃなんかたくさん来るみたいな、わーって。うん、なんだっけ、そういう合図だよね、合言葉みたいな。でもそれってさ、なんか水なんとか様じゃなかったっけ。そうだ、なんなんだ。え、でも九条水なんとかじゃないのこれ。あ、九条な水なんとかか。え、わかんない、忘れちゃった。でもなんかでもなんか多分合言葉が間違ってて、はあ、土蜘蛛だったのかな、こいつは。うん、な、そうだよね、土蜘蛛がなりすます可能性があるから、もう切りかかったんだ。そうそうそう。九条は思わず逃げ出し、それを守衛が追うと、うん、息絶えた大きな雲を見つけた。ほう。それ以降夜は歩いても襲われることがなくなったという。多分だから土蜘蛛だったってことだね。はいはいはい。守衛が切りかかった九条は、うん、九条殿は念のため春の夜桜が吹く季節は用心するようにとお触れを出した。あ、もう今ちょうど向かってる最中にさ、うん、桜降ってたしな。ああ、そうだね。今危険な時期なんじゃない。くるみを割る、違う、鳴らすやつの本もう一回読みたいな。いや、ここにあったやつでしょ、多分、うん、黒縄さん持ってったんじゃない。ああ、これそうかもしれないね。これも、あったあった、竹の輪について。おお。この部屋はかつて九条兼定の養子である九条若水が建てたとされる城。あ、やっぱ若水様。他の部屋とは違い、当時の柱などを使用した部屋となっています。多分、うん、若水だね。多分合言葉が間違ってたのかな。なるほど。そこら辺の話は、あ、この羅生門と九条門の話かな。若水公は、源の来光の子孫とされ、うん、源の一族の源氏の一族でありました。うんうん。しかし今日にあやかしの姿ありと言われ、羅生門に近づく者が少なくなってしまいました。また羅生門を取ると正気に当てられ、人は狂うか死ぬかで、羅生門の屋根裏には多くの死体があり。あ、まあここは羅生門についてか。うん。それを重く見た帝は当時の関白に目を出し、かつて羅生門の鬼退治をした源の来光の子孫を南の守護として据え置くことを決め、九条家の養子となり、羅生門を囲うように九条城を建設し、鬼を外に出さないよう封印したと言います。うん、なるほど。じゃあこの若水さんがもともとこの九条家だったっけ。なんか今ピンク色の服着た
だって あっち関係者以外どうした一瞬目あったかもいないよええなんで今開いてたよ扉そこのはお前嘘つくなって始まったわお前また狂言かよもうマジ目撃しろよ二人になってもう嘘つくなってお前もうなんで先に見ないんだよ僕より本当によ竹の間についての本ちょっともう一回読もう九条兼貞の養子九条若水が建てたとされる城あ若水公はまあ雷公の子孫なんだねやっぱ九条家だ九条家に養子となったけどもともとこの若水さんは雷公の源だったんだ源のや若水ってことかもともとはでも九条家に向こう入りかななんか養子になって、はいはいはい、九条城を建てたんだ1800年代だからもうここ九条殿っていうのは若水のことなのかもねほんと若水だね多分そうだね九条殿そうだねもうここで九条城を建てて鬼が出るのを防いでたんだねずっとあの女の人って誰なの？え、いや、わかんない。あ、今掛け軸の裏行ってます。あの女誰よ？女の人？今のところ女の人出てきた？物語には出てきてないね。でも九条家にそれこそまあ、もし向こう入りしてたとしたら、まあ、え、今なんかまた、え、今なんか、なんか外で歩いてる音聞こえる？いや、え、どういうこと？え、なんでなんで？今、ツッチーだったよね。ツッチーでしたね、今のは。なんで女の人が向こうに行って出てくるのがツッチーなの？誰だよ、あの女。わかんない。とりあえず僕らは今どこに向かえばいいんだ？俺たちが今できることひとしきり探すところは見たけどお金はないよねお金はないあの透明になれる像があったらなそうね金の斧の最悪万引きするっていうそうちょっと待ってねちょっとたくさんありすぎてちょっとしまっとくわ一旦ねこれどうしたもんかなでもなんかさ、うん、なんか仏の顔も三度までってさっき虎像が言ってたじゃんはいはいだから俺多分3日目の朝だっけ3日目の朝だねには死んじゃうんだよねそうだからそれまでに何かをしないといけない俺今もうハート4つだから次わめっちゃ減ってるねそう次死んだらもう多分俺何もできないはあうわーじゃあやばいなちょっとまだ行ってないえ何電話かかってるおあったっけ部屋にえ切れたあれ消えたなんか今かかったよなかかったフロントにでも行ってみるそうだねおお鳴ってる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 あっ虎像の部屋で出れるけどえそれ出ていいのでも開いてたって言えばいいんじゃない？あーそうだね、鳴ってたからはい、もしもしええ、ま、え、もしもしえ、いたで？なに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 怖いって怖いってははなんで？え？え？才能までやっぱ鳴ってるよね。鳴ってる。いやこっから鳴ってるよ。うん。もしもし。何？は？何？ちょっと待って待って待って怖いって。え、もうなる…え？は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 ？ちょっと、タケルも戻んないと。え、夜だっけ今。え、夜じゃないよね。あ
すればいいの？嘘だろ？あ、ちょっと待って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 、どうする？おい、まだ2日目の3時だぞ。2日目の3時で俺一人ってどういうこと？何ができんだよ今の俺に。一郎さん助けて、コーヒーちょうだい。一郎コーヒー、へい一郎コーヒー。今俺が持ってる鍵って緑の鍵だけなんだよマジで。待って、あいつが竹の間の鍵持ってんじゃねえか。おいと竹の間にも帰れねえ。するか。ここ何もないか。あ、ここにもオレンジの壁がある。壊せるんだ。あ、ここのチェストって女性宿泊者、今日はついてない一日かと思ったけど、すべてうちの打ち消すで新しく嬉しいことがあったの。え、これなんかやってなくない？え、これ読んでない。今日ついてない一日かと思ったけど、すべて打ち消す嬉しいことがあったの。昨日京都駅で困ってるかっこいいおじさまがいたんだけど、そのおじさまの手助けをしたのね。その時何かお礼と言ってきたんだけど、大したこと してないし急いでたから断ったの。そのおじさまとロビーでばったり出会ってさ、これも不思議な縁ですから、昨日のお礼をさせてくださいって言ってきて、おじさまが泊まるはずだった部屋と私の部屋交換することになったの。はあ、しかもその部屋は竹の間。やっぱりいいことってするもんだな。部屋に荷物を置いたら資料室行こうと。それにしてもあのおじさま、九条門のおかみさまと話してたけど、何者なんだろう。おかみってあのピンクの人？じゃあ黒縄さんに役目は果たしていただくとして。役目？あなたもしかしてこの九条門のおかみさんですか？